八代海で赤潮警報が発令されておよそ2ヶ月。県は今日、天草市、上天草市、つなぎ町で今日までに養殖魚のブリやカンパチなどおよそ66万3000匹が赤潮の影響で死んだと発表しました。6月中旬から八代海や有明海で続く赤潮警報、原因とされる有害プランクトンのカレニアミキモトイやシャットネラ属などの細胞は今月に入り減少傾向にありましたが、一転再び増加。県によりますと、9日に県内に接近した台風6号の影響で九州山地に大雨が降り、養分を含んだ土が海に流れ込んだため赤潮を引き起こすプランクトンが増えた可能性があるということです。長引く赤潮の被害に養殖業者は、養殖業者については死活問題でございますので、その点を組み入れてですね、3カ年連続の被害でございますので、何かの形をですね、早急に国と県に要望していきたいと思っております。県は引き続き漁業者に対し、赤潮を駆除するための粘土の粉末の散布や餌を止めるなどの対策を呼びかけるとしています。